違和感漢字探し。三字熟語の語字を2箇所探す問題が全部で7問です。では始めましょう。第1問。語字を2つ探してください。正解は、一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。中部分は股ではなく目です。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。真ん中部分の縦棒は上の横棒にくっつけます。第2問。語字を2つ探してください。正解は、一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。下部分に点がいります。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左下部分の点が一つ少ないです。第3問。語字を2つ探してください。正解は、一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分に異変がいります。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。下部分の衣がいりません。第4問。語字を2つ探してください。正解は、一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分に木片がいります。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青枠部分に股がいります。第5問。文字を2つ探してください。
正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。真ん中部分の横棒は左右に突き抜けません。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青学部分の斜め棒がいりません。第6問。文字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。部首は新妙ではなく手編です。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右部分は巴ではなく色です。第7問。文字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。下部分の斜め棒がいりません。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。青枠部分は2画で書きます。